タシュケント地下鉄は、ウズベキスタンの首都タシュケントで運行されている地下鉄である。中央アジアでは最初の地下鉄である。ソビエト連邦では7番目の地下鉄として、1977年に開業した。タシュケント地下鉄の駅は、世界の地下鉄の中でもかなり凝った装飾がなされている。タシケント地下鉄の計画は、1966年に発生した大地震から2年後の、 1968年に開始された。最初の路線は1972年に着工され、1977年11月6日に旧駅で開業した。この路線は1980年に延長され、さらに2番目の路線が1984年に開業した。最新の路線はユヌサバード線で、最初の区間は2001年に開業した。 北方への延伸が予定されているものの、工事は着工されていない。4番目の路線も計画はあるが、実現の目途は立っていない。現時点で、多種県と地下鉄には全部で29駅あるが、各駅の建築様式と装飾はその駅名を表現している。多種県と地下鉄の特徴として、各駅がかなり浅い位置に設置されていることがある。 いくつかの駅にはエスカレーターが設置されている。7つの駅はタワー様式で、4つの駅がアーチ様式、1つの駅がタワーインディビジュアル様式である。ウズベキスタンでも有名な建築家や芸術家が駅の設計に参加している。内装の装飾に使われている材料としては、金属、ガラス、プラスチック、加工岩、大理石、色ガラス、芸術用陶器、 彫刻入り石膏などがある。各駅とも芸術作品となっており、あるテーマを中心にしている。多子券と地下鉄の乗車用トークン多子券とはかつてソビエト連邦を構成していたウズベキスタンの首都で200万人以上の人口がある。81から717、714型及び81から718.0。 719.0系の4両編成の列車が使用され、プラットフォームは100メートルの長さがある。機関はロシア規格の1524ミリメートルで直流825ボルトの第三機乗方式である。平均駅間距離は1400メートル、平均速度は時速46キロメートルである。以前は駅構内での写真撮影は禁止されていたが、 2018年6月にこの規則が改正され撮影が可能になった。ありがとうございます。